なんとなくドラゴンかなーと、ドラってついとるけん。じゃあドラえもんもですね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで無限ダイナも捕まえたし、あ、無限ダイナね、手持ちに入れてみたんやけど、ほら無限ダイナ入れてみた。めっちゃでかくない？やばいよね。もうあのアイコンだけで見ても他のポケモンよりはるかにでかい。よし、頑張っていこう。じゃあもうあとスタジアムに行けばいいだけかな。お、アイナ選手、ついに決勝だ。出待ちがいるわすごい。連れてって。シュートシティ専門の空飛ぶタクシーさ、どこに行きたい？シュートスタジアムにお願いします。オッケー、行こうぜ。アーマーが連れてってください。オッケー、到着だ。また声をかけてくれよ。ふう、到着したよ。お、アイナだ。いよいよ決着。どうしよう、ドキドキする。君じゃないだろ、応援してるぞ。どっちも負けるなよ。アイナ選手、ゴーファイト。最強、最高、素敵、アイナ選手。おお、サイン、サインください。やばいね、もうめっちゃ人気者やんファンがたくさん。フレーフレー、アイユーナ、ダンデに勝て。とにかく勝つんだぜ。世界が守る決勝戦。どっちが勝つのかさっぱりわからない。チャンピオンとの決勝戦、チャンピオンマッチですね。ダンデさんに挑まれますか？もちろん勝ちますではユニフォームに着替え、バトルコートへお迎えください。ついにや、ついに。ダンデ、我らのチャンピオン。アユナ、アユナ、負けるな、アユナ。頑張ります。やっぱ今までで一番強いってことよね。ジムリーダーの中ではキバナが一番強かったかもしれんけど、でも頑張るしかない。俺の試合はいつも満員になる。だがスタジアムのみんながこれほど熱狂しているのは初めてだ。みんなが3日前のアイナの大活躍、無限ダイナを捕らえ、ガラル地方の未来を守ったことを知っているからな。ああ、それも知っとんや、マジか。伝説のポケモン、ザシアンとザマゼンダと共に戦った英雄。俺の無敗記録を伸ばすのにもってこいにチャレンジャーだぜ。いや、ここで負けてもらうよ。ほう、無限ダイナもメンバーなのか。最高のチャレンジャーと最強のポケモンの組み合わせ、ワクワクさせるじゃないか。あそこちゃんと反応してくれるんや。へえ。さあアイナ、ガラル地方の歴史に残る、いや、ガラルの未来を変える極上の決勝戦にするぜ。チャンピオンタイムを楽しめ。今日もいい感じに中二病です。おお、もうなんか盛り上がりは最高潮って感じやね。よし、頑張っていこう。ポケモン何体？6体かな。ダンデ、でもこのマントを背負うのはちょっとなんかダサいような気がして嫌だなスポンサーのロゴが入っているのでつける義務がありそうですね。おお、6匹やね。ギルガルド、鋼系ってことはエースバーンでいけるかな。よし、頑張っていけよ。観客を熱狂させるのもチャンピオンが果たすべき役割。初めて見るね、そんななんか軽い感じの格好手後ろで組んどん、あれなんか面白いね。火炎ボール、おお、なんかマジか、攻撃が効かないだと。ちょ、もう一回、あ、今度は大丈夫っぽい。一回だけなんやね、防ぐのは。おっしゃ、一発効果抜群、君たちなら当然の攻撃だ。さあ次は、お、ホルードレベル57。この試合の中で60台達成するかもしれんね。オノノクス、どんなポケモンかがよくわからない何タイプ？鋼かな。なんか一応刃みたいなのついとるよね。とりあえず火炎ボールでいきますか。いけー。おっと、効果今一つなんや。地面ってことはちょっと炎ダメなんじゃない？あー、やばい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 、マジで。効果抜群を狙い勝利を手繰り寄せる。え、ってことはなんだ、何でいけばいいんだ。え、地面、
地面ってことは草？草で行けばいいんかな。チェリム。よし、ちょっとチェリム出すわ。レベル低いけど。この中では圧倒的にレベル低いけど。ん？そうでもないかな。いや、そうでもあるか。え、鋼なの？どっちなの？でも鋼やったら効くはずやけんね。炎が。うわ、耐えてね。あー、耐えれない。耐えれない。マジか。誰で行けばいいんだ？無限ダイナで行く？ちょ、出してみる？そんなちっちゃ。え、こんなんやったっけ？こんなんやったっけ？ちっちゃくない？え、何が効くん？わからんねえけど。クロスポイズン。いけい。なんかわからんけど、一応急所に当たったっぽい。急所に当てたか。いいぞ、チャレンジャー。いちいち一個一個反応してくれるんやね、そうやって。お、エースバーンレベル74。バリコール。氷やね。氷ってことは、氷ってことは炎をエースバーンで行った方がいいんじゃない？ちょ、ここで入れ替えとこ。バリコールやって。よし、ここで。火炎ボール行こう。あ、もしかしてバリアードの進化系？なんか可愛いね。愉快なおじさんになるんや。愉快なおじさんになるんや。ちょっとチャップリンみたいな感じ。おっしゃー、一発効果抜群。そういう分かりやすい名前やったら助かるよ。なんかバイキンマンみたい、お腹。さあ次は？インテレオン？インテレオンは水タイプか。ってことは、よし、パッチルドンでいこう。インテレオンってあれやろ、メッソン、まあ間ちょっと忘れたけど、メッソンの最終形態よね。そっかそっか、そういえばあの時に引き取りよったね。忘れてたわ。うわ、細い。どうした？めちゃくちゃ細くなったやん。とりあえず、電撃くちばし。涙目？その見た目でそんな可愛いことされても。そういう感じじゃないやろ。電撃くちばし。おっしゃー、いいよいいよ。最後のポケモンだけダイマックスさせようかな。ドラパルト、ドラゴン系かな。ドラゴン、ドラゴン系、鋼が効くんやっけ。無限ダイナで行く？ドラゴンはドラゴンが効くんやっけ。無限ダイナ出そっか。よし、行こう。まあ、何系か、きっちり分かってるわけじゃないけど。なんとなくドラゴンかなーと、ドラってついとるけん。じゃあ、ドラえもんもですね。ほら、ドラゴン？なんかあれやね、飛行機というか、なんて言うんやろ。なんかそんな感じじゃない？ダイマックス砲？ダイマックスしてない状態で？あ、多分ドラゴンや、普通に。でも、ってことは向こうの技も効果抜群ってことか。あー、そうか、しまった。竜の波動。おーっと、耐えてる。耐えてる。ここでクロスポイズン。マジで？回復するの？やめてよ。回復するんなら私もう一回ドラゴン技使うのに。いつでも全力でいきましょう。ふっ。待って、ダイマックス砲を使うわ。ほら、向こうに効果抜群ってことはこっちも効果抜群やもんね。ダイマックス砲どや。よっしゃー、いった。ふうふう。次ラストかな。おー、リザードン。なるほど、リザードンもドラゴン、炎ドラゴンとかかな。このまま行く。よし、まだまだチャンピオンタイムは終わらない、終わらせない。ここでさ、この無限ダイナー
これをダイマックスさせて戦ったらめっちゃかっこよくない？違う、回復がしたいんだ私。元気の塊じゃなくって回復の薬。よし、無限ダイナに。ドラゴン系の技を使わないでいただきたいけどもしあるのであれば、リザードの本気を見せよう。巨大マックスタイム。待って、こっちも大マックスするから待って。うわ、めっちゃ変わる。やば、超かっこいいやん。やばいね。やばいね、めっちゃかっこいいね、リザードン。すごい。キャー、怖いよ。でもこっちだってダイマックスするもんね。じゃあ頑張ってよ。あんだけ世界を震撼させたんだから。え、待って、ダイマックスできんやん。え、無限ダイナはこの状態ってこと？え、そういうことなんかな。最初からダイマックス？最初からクライマックス的な。やけんこういう技があるってことかな。へえ、なるほどね。しかも別に効果抜群でもなかったけど、あ、でも次の一発でいける。また回復されなければまた回復さえされなければ。ちょ、頑張って回復しないでね。そっちの攻撃が先なん？マジでやられるやん。おい、え、てか無限ダイナちっさ無限ダイナちっさ。そんなんやった？敵では強いけど味方になると弱くなるパターンです。くそー、まさかの。ここで無限ダイナ倒せるんなら、あの時一人で倒せたやろ。ちょっと、ということはだ、飛行タイプも入っとるかな。え、どうなんやろ。今のところ草タイプと岩タイプの技使いよりよね、リザードン。全然リザードン要素ない感じやけど。あ、もう戻るの？早っ。あれ？ 2 ターンしかしてないことない？気のせいかな。ダイマックス向こうがダイマックス効果切れしたところで、こっちがダイマックス。よっしゃ、行くぜパッチルドン。やっぱ巨大化しないとね。おー、はい、そして、あれ、技選んでなかった？うぃ、やべえ、効果抜群。そっか、氷やけん。第3だ。おっしゃー、こっちも効果抜群やろ。へえ、効果抜群同士、怖いわ怖いわ。でも倒せた、よかった。無限ダイナで倒したかったけど。お、ホルードレベル58。アームハンマー？耳をハンマー代わりにさせる感じかな。格闘系の技、強くて重い拳を振るってダメージを与える。自分の素早さが下がる。怒りの前は忘れよ。よし、これで新しくアームハンマーを覚えた。お疲れ、パッチルドン。よく耐えてくれた。チャンピオンのダンデとの勝負に勝った。やったね。めっちゃ天気悪いけど。お、これで新チャンピオン。チャンピオンタイム is over。 最高の試合にありがとうだ。おお、もっと賞金もらえないものなの？絶対あんな天候の中ってさ、このチャレンジャーとチャンピオン、お、ママや、二人の服とかもぐしゃぐしゃになっとるよね。アイナくん、おめでとう。無敵のチャンピオンを倒した君が新しいチャンピオンだ。やったね。君という素晴らしすぎるポケモントレーナーを心の底から称賛する。おー、ドアップで映ってる。メイクアップしてよかったね。君が強くなった今、俺も未来のことを考えよう。未来につながる今現在を、俺たち大人もより良くする。
推薦したこと後悔してないかな。さあアリナ、これからも自分自身とパートナーのポケモンを信じて突き進め。自分たちが望む明るい未来を作るために。もうみんなおるわ。みんな一箇所に集まってみてくれんやね。今ここに新しい伝説が生まれた。アリナ、おお、花火が綺麗。すごい力を持つものならどんな未来でも描けるだろう。アリナが見せてくれる未来、みんなで楽しみにしようぜ。まあでもダンデがヒーローであることは多分変わらんねやろうね。みんなの中でずっと無敗やったんやし。お、エンディングロール。いやね、ポケットモンスターソード、いやかっこいい、かっこいいわ。あれでも伝説のポケモン2匹はもう去っていったまんまやんね。めっちゃお祭り騒ぎやん。ボーカルですか、タチウスタグマ。歌えるのか歌えるのか。うわ、後ろもうなんかすごい、なんかギターかき鳴らしよるつもり。何も持ってないけど、エアやエアギターやエアギターや、太鼓はちゃんとしよるみたいやけど、素晴らしいね。今閉会式中って感じかないいね。このメンバーで盛り上げて終わるってこと？閉会式人たちは出てこないんすか。いやでも新チャンピオンになっちゃったわ。伝説のポケモンは捕まえれんのかな。サンキューエブリワン。おお、なんだなんだ、ウールたちがかわいい。何、一匹遅れてるんですけど。The End。 はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、とりあえずチャンピオンになったわけやけど、お部屋に戻ってきたね部屋に戻ってきたね。平和な毎日の再会みたいな感じなんかな。クリア後の世界もまだまだいろんな要素があるみたいやけん、やっていけたらいいなと思います。